はい、皆さんこんにちは。モフリココとパピネンです。今日は、4月のブルームボックスの中身のご紹介です。ではいつものようにサクサク参りたいと思います。まずはこれ、ラックスのセレスティアルエスケープボディスクラブ 360g、 これ1870円の、商品原品がやってきました。これこんな感じです。で、ここが成分なんですが、あのなかなかいい成分で、まあ要は塩になんかオイルとか保湿成分入れたみたいな。でまあちょっと使ってみたんですけど、まあなんかこんな感じになってて3色で、で結構匂いがします。で実際に使った感想もちょっと言うと、なんていうの、粒々がなかなかなくならないから結構スクラブ長くできていい感じやった。でこれオイルも入ってるんやけど、普通この手のやつオイル入ってたらお風呂の床が滑りやすくなって、後で自分が滑りそうになってえらいことになる場合があるんやけれども、そういう床がツルツルになるというデメリットもなかった。これなかなか考えられて作られてるし、いい感じやなと思いました。なかなかいい商品でした、このラックスです。そして次がこれいきましょうか。これがですね、アラディータの美容液 50ml、 これが1万1000円のこれ原品です。でこれがね、あのちょっと分かりづらいんですけど、2層式のこれ美容液になってます。とここが、ここから下が水で、ここから上がオイルで、こう振ってこう使うタイプなんですね。でまあこの手の2層式の美容液って、まあ過去にもいろいろ使ってまあまあ良かったんですけど、何この1万1000円はちょっと高すぎるんちゃうかと思いました。で成分の方自体はここなんですが、これがね結構いい成分で、変なもんが入ってないんですよ。結構植物エキスとかもいっぱい入ってて、ね、まあまあいいなぁと。お値段はまあちょっと高いけどと思ってちょっとこれ使ったんですよ。ほんでまあちょっと中身も出してみましょうか。なんかこんな感じで、こういう黄色い色なんですね。でこれ実際に使ってびっくりした。ものすごい濃厚な美容液で、今まで2層式でこんな濃厚なんは私使ったことがないです。なんていうの、1万1000円だけのことはあるなと思いました。それぐらいいいなと思ったこれ2層式の美容液でした。これはなかなかすごかった。はい、そして次がこれ、プリマビスタのスキンプロテクトベース。まあこれいわゆる店頭で配るサンプルというやつですね。はい、ほんで次がこれ、これがなんだ、マスク、歯科マスク1枚220円のマスク、メイドインジャパンっていうのがまあポイントかなと思いました。そして最後がこれ、なんかこんな目薬みたいな、こんなちっこいとこに入ってきた、これは、なんだ、この化粧水は全部食べても大丈夫な成分から作られています。またパラベンなどの保存剤を添加せず、食経験がある成分のみで作ってんで、抗菌抗カビ作用を発揮させ、誤って飲用しても問題ないものを作りましたとか、結構ここに、なんやすごいことが書いてあって、でもこんなちょっとでその使用感というか効果が分かるんかなと実際に思ったこれ商品です。なんかあんまりこの容器からして使う気にも起きないと
といった内容でしたね。まあ今回はこのボディスクラブとこの美容液が本当に良かった、あとはサンプルとかマスクとかでこんな感じの内容となっておりました。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。